はい、札幌ドームです。はい、札幌ドームですね。はい、札幌ドームですね。はい、札幌ドームですね。こっちが観客席。観客席。こんな感じ。おー、誰もいないですね。それは何もやってないからね。いるわけがない。で、この間なんかイベントのなんか準備みたいでやってたんで、今日はもうそれもなくって、完全、あそこの入り口、サッカー用のグラウンドを、人工芝をこう移動するようになってるんですけど、サッカーを使うときは、今そこも閉まってて、シャッターがなんか降りちゃってるって感じ。で、まあ、何もない。コンクリートだけが見えてる感じですね。今も完全にコンクリートだけが見えてる。なんか、随分と寂しい。広いんだけどね。ね、せめて人工芝とかね、なんか人工芝とかね、あるといいなって感じ。寂しい。こんな感じ。こんな感じ。一応ここにルールが書いてあるんですね。こういうふうに。ここピアノのね。で、これ、合同合奏と練習、まあ練習、まあそうなんだよね。ただこう。まあ、そうかな。まあ、こんなところでやる人はいないよね。わざわざね。そもそもいないんですよ。まあ、いいかな、ね。そもそも人に、後ろになんて、ちょっとね、こう、誰もいない。誰もいない。で、こんな感じです。はい。